変わった味だったけど結構食べられたわね。とか言いつつしっかり平らげてるっす。でもまだなんか物足りないのよね。やっぱり締めにはあれがないとね。あれが。あれってなんすか？ちょっと考えてみなさいよ。ほらあれよあれ。私たちは何のために旅してるのよ。そりゃもちろん金目のものを巻き上げじゃなくてお宝を求めて宇宙を股にかけてるっす。そうそう、この宇宙のどこかに眠る金銀財宝を探し出す壮大なロマン。左うちわで将来うったうはっすね。違う、そっちじゃなくてもう一つあるでしょ。もう一つスイーツよスイーツ。食後の気だるい時間を至福の時へと変える女の子の贅沢よ。なさま別腹も過ぎると後々大変なことになるっすよ。ま幸いエトナ様はどこも成長してない。なんか言った？いえ何も言ってないっす。ついつい口を滑らせたりなんかしてないっす。あっそ、ならさっさと行きなさい。めぼしい情報を手に入れるまで帰ってくるんじゃないわよ。あいあいさー。第2章銀河美少女海賊キャプテンエトナ登場。今日もいい冒険日和だ。心が弾むな。かなた様は元気ですね。体調が良さそうで安心しました。思った以上に魔力の回復は早い。でも万全じゃない以上油断はできない。追っ手には気をつけないと。いくら言ってもかなた様がおとなしくじっとしているとは思えないし、適度に運動させた方がいいね。今日はどこへ行くか。肉球岬に行くのもいいが、魔獣神社にも行ってみたいな。かなた様、何を見ているんですか？城下町のウキウキ観光パンフレットだ。これさえあれば城下町を攻略しても当然だ。ああ、そのパンフレットは。よし行くぞ椿。まずは肉球岬で小判キノコを食べるぞ。すっごくうまいと書いてあるからな。私が作ったデタラメなのにキノコとか苦くて硬くてパサパサだし、動けなくなるくらい腹いっぱい食べたいな。かなた様、食べに行くのはいいですがあまり目立たないでくださいね。わかっている。それとだ、今日は椿へのお礼も兼ねているからな。お礼ですか？ああ、こうして外を歩けるのも冒険ができるのも椿のおかげだからな。今日はそのお礼だ。さあ行くぞ。小判キノコを心ゆくまで食べよう。気持ちはとても嬉しいのですが、小判キノコは。ん？どうかしたのか？もしかして嫌いか？いえ、小判キノコ、私大好物ですから楽しみです。そうなのか、それはよかった。安心したぞ。魔王とは思えない行動ですね。椿、あれはなんだ？おいしい話がそう簡単に転がってたら誰も苦労しないっす。ま適当に見繕って持っていくっす。なんだあの出来の悪い着ぐるみは。この商店街のマスコットか？いえ、ここのマスコットは別にいます。第一、あのような粗雑な代物ではありません。ならあれはなんだ？さあ、なんでしょう。怪しいな。そうですね。大方どこからか流れてきた新種の生物だと思います。ここでは珍しいことではありません。いや、何かある。これはまたとないチャンスかもしれないぞ。何がチャンスなんですか？追いかけるぞ。あ、ちょっと彼方様。怪しい着ぐるみ、そこで止まれ。だから目立つなって言ってんだろうが、バカいね。たっく、誰だよあの能天気でバカいのままの教育係は。いくつになっても手のかかる。あ、着物はこれだから。でも可憐な大和なでしこになるには我慢しないと。椿、見失ってしまった。何をしている。早く探しに行くぞ。どうした？お礼するんじゃないか？まったくバカいな。皆さん、宇宙魔界の案内人マカロンですよ。この前は大変だったみたいですね。漂流しちゃったら大変でしたよ。ちなみに漂流はここでも発生するんです。新しく流れてくることもあれば、今あるものが流れていくこともあります。なので放っておくと探索しようとしていた漂流物がなくなっちゃうかもしれないです。でも安心してくださいね。としばらくしたらまた流れてきますから。もしどうしても漂流させたくないものがあれば、アンカーというアイテムを見つけてください。それさえあれば漂流物を宇宙魔界に固定しておくことができるんですよ。漂流物の中を探索していても漂流しないので、じっくりたっぷり宝物を探せちゃいます。それからですね、漂流物の中には宇宙行商人さんがいることがあるんです。その人がいる場合はアイテムショップに新しいお店が出るので、ぜひ活用してくださいね。そこでしか手に入らない貴重なアイテムがあるかもしれませんよ。詳しいことは「鳥湯に大百科」に書いておきました。気が向いたら読んでくださいね。それではまた会いましょう。さようなら。言わなくてもいいですよね。ここではお客様自らがモンスターさんを作って、さらにったモンスターさんと戦うことができるんですよ。モンスターさんを作るには戦闘で手に入るソウルが必要なんですよ。闘技場で戦って勝てば豪華な賞品がもらえますよ。自分で作って自分で倒してレベルアップですよ。しかも賞品がもらえちゃうのですごく素敵です。でも点滅には気をつけてくださいね。モンスター生成書という本があればいろいろな種類のモンスターさんを作れるようになりますよ。いらっしゃいませ。闘技場にモンスターはいません。新しく生成してから来ましょう。ありがとうございます。いらっしゃいませ。これでお会計しちゃいますよ。人の上で揺られてどうかなんないの。誰だって冒険した人をこの頃そんなあなたに朗報。どんなロマンの底に店があるのか。大方いかがわしい商売をしているか、もしくは表通りで場所を取れなかったのでしょう。あ、この甘い香りは。ここは何を売っているお店だ。いい匂いがするけど食べ物か。あ、いらっしゃいませ。ここは武器に模様を描くマナグラフィックというものを作っています。よかったら見ていってください。オリジナルの模様も描きますよ。椿、マナとはなんだ？マナグラフィックです。かなた様の武器にも描かれていますよ。そうですね。簡単に言えばマナという魔法の液体を絵の具の代わりに模様を描くと武器が強化されます。描かれた模様によってさまざまな魔法効果が生まれます。おお、武器が強化されるのか。それにしてもあなたのような幼い方が本当に描けるのですか？はい、どんな模様でも一生懸命描きます。マナグラフィックを描けるのは私の知ってる限り数名しかいません。それだけ難易度の高い限られたものしかできない高等技術です。そうなのか。よし、とりあえずこの武器に何か書いてみてくれ。実際に見れば実力はすぐにわかるだろう。どんな模様を描きますか？もちろんかっこよくてブワーっとすごくてだな、グオーっと強さがあるやつがいいな。それはどんな風に描けば？だからな、まずは強そうなんだ。かなた様、そんな説明では一生かかっても伝わりませんよ。明確なイメージがあるときにまた来ましょう。そうだな、仕方ないがまた今度にするか。ごめんなさいです。みゆが未熟だからうまくできなくて。役立たずで。おい、何も泣くことは。そうなんだ。椿、知りません。とにかくまた来るからな。その時は頼むぞ。はい、頑張ります。ちなみにマナグラフィックはマナとソウルを組み合わせて作りますよ。ぶっ飛んでるシャイニースター、はじける光、頑張ってるローリンスター、銀河で一つすごい星。変なところっすね。いろいろあってわけわかんないっす。まったくっす。やっぱり適当に見繕うのが一番っすね。いたぞ椿、こっちだ。ようやく見つかりましたね。あんたたち、俺たちに何か用っすか？お前たち、この辺りでは見かけないがどこかから流れてきたのか？そもそもお前たちはなんだ？妖精か？俺たちっすか？俺たちはプリニーっす。プリニー？なんだそれは。プリニーはプリニーっす。着ぐるみの中には誰が入っているんだ？やめるっす。そこは企業秘密っす。なら何か面白い特技はないのか？口の中がブラックホールとか、隕石を召喚できるとか、瞬間移動できるとか。かなた様、このプリニーに何を期待しているんですか？唐突に現れた謎の生物に関われば特別な力を授かるのが漫画やアニメの王道じゃないか。この生物はきっともうすぐ襲われる。不吉な予言をしないでほしいっす。そこに俺が颯爽と登場して助ければ漫画の主人公になれるようなすごい能力が手に入るはずだ。いや、それはないと思いますよ。俺たちにそんな力はないっす。あるとしたらせいぜい投げられると爆発するぐらいっすね。投げると爆発するのか？爆発するっす。なぜだ？そういう性質っす。取り扱いには十分注意してほしいっす。それは面白い。ものすごく見てみたいな。やめるっす。持ち上げないでほしいっす。動物虐待っす。体罰反対っす。訴えるっすよ。大丈夫ですよ、かなた様。訴えられてももみ消しますので。そうか、なら心置きなく投げられるな。もみ消すってあんたたち何者っすか？俺はこの宇宙魔界を滑る犬魔王かなただ。任せろ、思いっきりぶん投げてやるぞ。やめるっす。ひどいっす。おお、すごいぞ。本当に爆発したぞ。面白いですね。今度は私が投げたいです。鬼っす。血も涙もないっす。椿、どうかしましたか？何か感じないか？いえ、特には何も感じませんよ。無理やり爆発させておいて何も感じないなんてどうかしてるっす。椿、あれだ。あそこから冒険の匂いがする。漂流物が新しく流れてきたようですね。きっとあの中にはまだ見ぬ財宝がたくさん眠っているぞ。よし、早速あの中を探検だ。このプリニーはどうしまってもういねえし、まったく手間のかかる。確かに聞いたっす。あそこに財宝があるっす。きっと都合よく和風スイーツとかもあるっす。エトナ様に報告するっす。ぶっ飛んでるシャニースター、はじける光、頑張ってるロリスター。たれると気がついたシートの上で揺られて、どうかなんないの。誰だって冒険した人。財宝が眠る場所っす。ふん、いかにもって感じじゃない。あんたたち、とっとと探してきなさい。あいあいさん。かなた様、目的は分かっていますね。もちろんだ。重力場を見つけて破壊すればいいんだろ。はい、ちゃんと覚えていたんですね。てっきり冒険と財宝のことしか頭にないと思いました。城下町に落とさないようにしないといけないからな。では行きましょう。探索魔法も活用してくださいね。わずかにですが邪気の気配を感じます。探索魔法で赤い魔法の奇跡が出たら、そちらにはハンティングポイントと呼ばれるモンスターを効率よく狩れる場所があります。モンンスターの狩り場。よし、行ってみよう。修行にはもってこいですし、ある程度倒せば周囲のモンスターが怯えて一時的に敵に遭遇しなくなります。ただ時々強いモンスターがいますから気をつけてくださいね。よし、モンスター退治だ。ピコ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 ーン。皆さんお久しぶりです。マカロンのルンルン電波チュートリアルのお時間です。どうですか、戦闘には慣れましたか？今後はさらなる強敵と相まみえる可能性があります。そんな時は仲間の友情パワーが必要ですよ。それがフューリーチェインです。フューリーチェインは攻撃の最中に R1 ボタンを押すと発動します。このような円とともにまだ行動していない人が表示されますよ。割り当てられたボタンを押すことでその人に連続ヒット数とトータルダメージを引き継ぐことができるんです。連続ヒット数などが引き継がれていると攻撃力が高くなったり命中率が上がったりいいことがたくさんありますよ。それからその人の顔のところにパラメーターボーナスがつくこともあります。他にもパーティー全体にかかるボーナスもあるんですよ。これにはすごい秘密が鳥ユニ大百科には書かれているかもです。でも真ん中のゲージがなくなるまでに次の人につながないと失敗扱いになって待機状態になってしまうので注意ですよ。それからここだけの話ですが、フューリーチェインには知られざる秘密の効果があるらしいんです。もしかしたらどこかのショップで秘密について書かれた本が売っているかもしれませんね。というわけでとりあえずフューリーチェインをやってみましょう。攻撃中に R1 ボタンですよ。次はいよいよ戦闘の花である必殺技を使うためのイメージゲージについてお話ししますよ。 AP の数値の周りにある小さな丸い玉、それがイメージゲージですよ。イメージゲージは上位スキルを使用したり敵を倒したり連続ヒット数が増えると徐々に溜まっていきます。イメージゲージは最大6個貯めることができるんですよ。このイメージゲージは右スティックを押し込むと解放されるんです。ではちょっとやってみましょう。椿さん、手本をお願いします。イメージゲージを解放するとこんな画面が出てきます。ここでボタンを押せば大迫力の必殺技が発動するんですよ。ただしゲーージが2つ溜まっていないと必殺技は発動できないので注意してくださいね。私のホムラで焼き尽くしてあげましょう。よく秘伝の効果魔法食らい上がれ。ズレズレ言霊グレンキービー。必殺技以外にも丸ボタンを押しっぱなしにするとキュアを発動できます。これは今行動している人の HP を最大 HP の2倍まで回復できるものすごい魔法なんです。いつか戦う銀河最強の敵さんにはこのキュアが必要になると思います。最後にイメージゲージは防御にも活用できるんですよ。敵さんが攻撃してくるときに R3 ボタンを押してみましょう。このシールドはとても強力なのでパーティー全体に効果がありますよ。ですが当然永久に続くわけではありません。このシールドは1回発動するごとに敵さんの攻撃を5回軽減してくれます。ちなみに連続で発動させたら軽減される回数は15回まで加算されますよ。イメージゲージを必殺技に使うか回復に使うかシールドに使うか最初はお好みでどうぞです。マカロンはうまく説明できていたでしょうか。わからなくなったら鳥ユニ大百科ですよ。それではまた会いましょう。次回はいよいよ連携攻撃なのですよ。お見事です。それなりに楽しめたぞ。モンスター退治だ。行きます行きます。見なさい、表しない。終わりです。あっぱれだ。お見事です。行くぞ。楽しくなってきた。やったぞ。お見事です。まあこんなところでしょうか。何もないっすよ。お宝はどこっすか？はあ、疲れたっす。もうやってらんないっす。ガセネタなんじゃないっすか？そんな都合よくお宝が流れてくれば誰も苦労はしないっす。とりあえず休憩するっす。あ、俺せんべい持ってるっすよ。サンキューっす。ん？海苔せんべいはもらったっす。あー！海苔せんべいは譲れないっす。なあ、俺の分はないのか？ないっす。こっちの普通のせんべいならいいっすよ。そうか、なら1枚もらうぞ。どんどん食べるっす。お茶もあるっすよ。落ち着くなあ。そうっすねー。あんたは城下町にいた犬魔王っすね。そうだ、こんな場所で会うなんて奇遇だな。俺たちはお宝を探しているっす。財宝はすべてエトナ様に捧げるっす。何？財宝は俺が見つけるんだ。それよりもっす。あの時はよくも爆破してくれたっすね。覚悟するっす。戦うのか？よし、相手をしてやる。手加減はしないぞ。かなた様もあなたたちもその手に持っているせんべいを捨ててさっさと戦え！いくぞ！負けないっす！強敵だな。面白い。どりゃーす！いた！えいっす！いた！えいっす！いた！楽しくなってきた。痛いっす。いざそれっ楽しくなってきた。暗い。やったぞ。それなりに楽しめたぞ。レベルアップです。なかなか楽しめたぞ。痛いっす。もうボロボロっす。こうなったら。何か秘策が。逃げるぞ。あ、逃げるな、待て。タナト様、あんなものは放っておいて先へ進みましょう。そうだな、狙いは財宝みたいだし、先を越される前に見つけるぞ。そもそも財宝があるかどうかはわからないのに。強いモンスターはいないのか。お宝ゲットだ。問題なさそうですね。行きます。行きます。行きます。見なさい、表しない。終わりです。あっぱれだ。お見事です。まあこんなところでしょうか。